安岡、安岡とは、山口県下関市の安岡地区、下関市役所支所設置条例で示された下関市、役所安岡署所の所管する区域を指す地域名称。本校では、同地域に、かつて所在した豊浦郡、豊西中村、安岡村、安岡町についても述べる。下関中心市街地から北へ、約1 0トル下関市の西方に位置し、 響き灘に面するデニエン、巨村地帯である。地区面積は1 6 4 0トル、人口は14,930人。域内を南北に、JR 山陰本線と国道191号が通り、東方へは山口県道247号、安岡校長府線が伸びている。また、東側山沿いには、山口県道244号下関。 川棚線が、鴨谷を起点として南北に通る。地区のほぼ中心に、JR 山陰本線の安岡駅があるほか、南部の梶栗地区に梶栗くり号台地駅が、北部の福江地区に福江駅がそれぞれ置かれている。安岡の西は、響き灘に面している。東方には、山地が広がり、スキソン山、スキザキ山、583メートルがある。特にスキソン山は、 山頂を好きで削り取ったような形状が印象的なため、安岡のシンボルとなっている。龍王山の山頂は、ス好きン山の頂上に隠れて見えなく、北隣の吉見地区などから確認されるが、地元においても混同されることが多い。響きどと山地の間は、平地が広がっており、その多くは大地である。安岡地区の主な河川は、北から大内川、大内谷、川、 別名、マダラ川、横野川、友田川、家ジ利川があるが、平野はこれら河川の下流域に形成されているのみで、ある。安岡地区を代表する河川が、友田川である。友田川は、安岡地区東北部の山地にある深坂、三坂に源流があり、深坂に築造されている深坂ため池を経て南方へ、流れる。深坂から南方へ流れ出た友田川は、 平地部に出たところで流路を西方へ変える。西方へ流下した友田川は、中石平野を形成しながら、響き灘へ流れ込む。中石平野の下流域は、しばしば洪水によって、浸水被害に遭う。友田川などに運ばれた土砂によって、安岡地区の沿岸には、砂浜が形成されている。友田川川口の南には安岡海水浴場が設けられている。また、 北部の福江からその南の横野にかけて沿岸部に砂薄が発達しており、響きなどに突き出た形状の観音崎まで直線上に伸びている。北部の福江の沖合には、くるみの瀬と呼ばれる浅瀬があり、海藻や貝の採取が行われていたが、強風による船舶の座礁が多発したため、現在では灯台が設置されている。直下型地震の頻度が、 最も少ない地域の一つであり、比較的安定した自然環境を有している。安岡地区は、北から福江、横の安岡、安岡浦、加茂屋、府人のむね6地域に大きく分けられる。福江は、安岡地区の最北部にあり、林、小田、山中、大塚からなり、北隣の吉見地区船越と接している。ほぼ全域が農村地帯であるが、 響灘沿岸を通る国道191号沿いにはドライブインなどが立ち並ぶ。中心部には福江駅や福江八幡宮が所在する。福江の語源は強風の吹き込む入り江吹き港から来たとの説があるほか、沖の船を座礁させる荒ぶる福江八幡宮の祭神を沈めるため響灘に反対向きの東向きにして、定地にお祭りしたとの言い伝えがある。 10月第4土曜日に、福江八幡宮のやぶさめが催される。横野は、福江の南に位置し、おおむね国道191号付近から、西側の響き灘に面した地域である。福江と同様、農村地帯である。中心部に、横野八幡宮が所在するほかは、国道191号沿いに農協及び、商業施設などが立ち並ぶ。 響きなだ川の砂地は安岡ネギなどの畑作であり、東側は福江と安岡に囲まれた良好な水田地帯となっているが、南の安岡から徐々に市街化の波が押し寄せている。安岡は安岡地区の中心部にあたる。北部は福江、横野と同様に農村地帯が広がるが、南部は住宅地や商業施設、工場が立ち並んでいる。北部には 安岡八幡宮のほか、下関市立安岡小学校、下関市立安岡中学校が所在する。南部には、下関市役所安岡支所、安岡駅、安岡郵便局などが所在する。域内のほぼ中央には、友田川が東西に流れている。友田川中流域には、ホタルが生息しており、住民による保護が行われている。2005年には、 山口県再生会下関総合病院が、旧市内から当地域東部の山裾移転した。安岡浦は、横野の南、安岡の西にあたり、響きどに面した漁村である。地域の中心は、安岡漁港であり、住民の多くは漁師である。安岡の他地域からは、浜、浜と呼ばれることもある。観音崎、観音花付近の高台には、や、 友自動車学校がある。戦前まで、カネリという行商の女性が頭の上に桶を乗せた独特の姿で下関の町へ魚を売り歩いていたとのことだが、戦後も早朝の下り列車の中に魚などを入れたカンカンを運ぶ北浦沿岸からの行商女性を見かけた。農業地域へも魚売りのおばさんが売り歩いていた。また、明治維新にも貢献した職業相撲が、 かつて存在した。かむうのは、安岡地区の東部にあたる。そのほとんどが、農村地帯である。サブロー山の南に、下関球場、県立下関武道館を含む下関、北運動公園や、北部に深坂の森自然公園、クレー射撃場がある。東隣の有富地区に、地区部観音がある。不に富東は、安岡地区の南部にあたる。 不妊の南部は、かじくりといい、不妊と別地域とすることもある。不妊全域はかつては、農村地帯だったが、第二次世界大戦後は、住宅や工場が多数立ち並ぶようになった。響きだ沿いには、長大な松林があったが、戦後の開発で伐採され、大きく、景観を変えている。域内には、不妊や渡具、山口県立下関工業高等学校、 山口県立下関総合支援学校、下関園芸センター、観察院などが所在する。また海岸沿いに国道191号線下関北バイパスが2015年に開通した。安岡の地名の由来については、神宮皇后が三冠征伐の際に海辺りの丘、現在の坂の宮、安岡八幡宮の丘に立ち寄り、そこで安らいだことから安らが丘。 安岡とする俗説があるが、江戸時代以前の文献には一切見られず、この伝承は明治、大正期に作られた偽説と考えられている。太古、安岡の低地域は海だったが、友田川の運ぶ土砂が堆積して、里の宮の丘から横の方面へいくつものす、言い換えると安ができた。このことから、 安岡の地名が発生したという説が現時点で有力とされている。安岡の歴史は、横の遺跡にて、旧石器が出土していることから、旧石器時代まで遡ると考えられている。人間活動の痕跡が増えてくるのは、縄文時代からで、安岡地区では、紫の遺跡、紫の菊、黒曜石の石属、土器が出土、塩町遺跡、小町から、貝塚、 石器、土器が出土、神田遺跡、神田、貝塚、河原家、集落市が出土などの遺跡が発見されている。弥生時代からは遺跡の数が飛躍的に増加する。この時代の安岡は関門地域の交通の要衝だったと推測されている。関門海峡は潮流が早いため古代の航海技術では航行することができなかったが、この当時、 安岡南方のあやら流域に大きな入り江があり、短距離で東方の瀬戸内海方面へ連絡することができた。そのため、安岡及び両楽が響きなど瀬戸内海交通の玄関口となっていたと考えれている。安岡地区、両楽牧地区に所在する当時の遺跡が周辺の他地域に比べて圧倒的に多いことがその論拠となっている。さらに当時のかじ遺跡、 かじくりからは、石管、壁玉下玉、多姫細鏡、細型道剣、人物埋葬師が出土しており、この地域の王剣が安岡地区に所在していたとする意見も出されている。古墳時代も弥生時代と同様に遺跡が安岡地区と両羅牧地区に集中しており、当時、関門地域の中心地であったと推測されている。安岡地区に築造されている。 前方後円墳には、観音崎古墳、天神古墳、上野山古墳、人芝山古墳がある。このほか、福江地区には畑大古墳、朝鮮山古墳、八冠古墳などの円墳も築かれている。八冠古墳から出土した金管は、機内の伝天能量の宝出土しておらず、この地域の主張が大きな権力を持っていたとの推測もなされている。8世紀に、 立料制が敷かれるようになると、安岡は長戸国と夜ー軍に編成された。以後、平安時代を通して安岡地区に関する資料が、ほとんど皆無であるため、この時期の様子はあまり判明していない。平安末期の事象、樹栄の乱の際に、長戸を訪れた、源の範頼りりによって建てられたという伝承を持つ、八万宮が、下関周辺には多数存在し、 安岡地区の安岡八幡宮、福江八幡宮も同様の良い章を持っている。鎌倉時代、現行の際に設置された長戸丹内の所在地は不明とされているが、安岡地区の不妊に所在したとする説がある。不妊には三太屋敷跡と呼ばれる武家屋敷跡があり、長戸市五代三井市の屋敷跡とされている。第一条に位置し、響き灘を一望できる立地にある。 1276年に、北条宗頼が、長戸守後、長戸丹大として赴任すると、ほぼ同時に、三井氏は、豊浦郡室津へ移動していることから、北条宗頼が入居したのは、三田屋敷だったと推測する説がある。江戸時代の安岡は、豊浦藩の支配下に置かれた。この時代の安岡は港を中心に繁栄し、漁港としてだけでなく、商工としても栄えた。 大きな商船を数隻保有し、公営企業に従事する者もいた。調布、馬館と北浦を結ぶ陸上交通路としては、北浦王館がある。明治時代に入ると、安岡地区を単位として、豊かにし中村が置かれた。1910年、明治43年7月1日には、豊かにし中村から安岡村へ改称した。安岡村は1925年、 大正14年2月11日、安岡町となり、1937年、昭和12年11月15日に、下関市へ編入合併した。近年まで、人糞を肥料とした時代は、この調達のため農家も小舟を漕いで対岸の北九州の小倉まで渡っていた。ただし、これらなどの伝染病も持ち込む恐れがあるため、貿易体制にまで気を配っていた。 機械化される前までの農耕牛を刺激する農業においては、田植えなどの繁忙期には、北部の現在の豊北町方面などから働き手を雇っていた。戦後になると、安岡南西部は下関市のベッドタウンとして発展したが、カモや横の福江などは良好な農業地域として、下関市外や北九州市へ、魚介類や野菜を供給する、近郊産業地ともなっていた。 ただ、1975年、昭和50年頃までは、月村山麓は過ぎ、日のが植林されていたが、林業は荒廃して、雑木の紅葉が美しく、イノシシなど野生獣が出没する。また、安岡浦など、再開発が必要な時期になっている。2011年現在、携帯電話、北九州、山口地方の地上デジタルテレビ放送の、 サービスエリアにあるのは、もちろん、マ m a x CATV、光ファイバーケーブルなど最先端 ICT インフラも、安岡地区全域にサービスされつつあるほか、広域下水道施設も計画されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。